ずいぶん熱中しているわね、花子。何を見ているの？ゲーム実況の動画でし。最近じゃ花子ができないような大人用の怖いゲームもやった気分になれるから最高なの。あら、それじゃお母さんの怖い話もそろそろ引退かしら。ぐーん、それは困るのでし。お母さんの怖い話はまた別のお歌と同じで、いろんなお歌を聞きたいけれど、子守歌もやっぱり聞きたいのと一緒でし。そんなに焦らなくても冗談よ。お母さんもたくさん集めてある怖い話が無駄になっちゃうのは寂しいわ。お、よかった。ちなみにお母さん、実況者さんのお話もある？もちろん。それじゃあ今日は実況者さんにまつわるこんなお話をしてあげるわね。ゲーム実況者。さあ始まりました、本日のププルライブ配信。お、早速1万人のご視聴ありがとうございます。たまたま開いちゃった人にご説明しますね。このププルチャンネルはゲームといってもほぼ脱出ゲーが、ホラゲーを中心にゲーム実況しているチャンネルです。週2回のライブ配信はゲーム1本クリアするまでやめられません。実況者と視聴者さんの耐久ライブとなっております。最後までお付き合いください。俺はゲーム実況者のププル。もちろん本名ではない。実況歴は4年。4年でチャンネル登録者数は80万人までいった。あまり他の実況者の動画を見る時間もなくなってしまい、これがすごいのかどうかはわからない。大学時代から実況を始め、就職して人に使われるのが嫌なので就活はせずに実況一本でやってきた。大学で専攻していた動画編集に役立つ知識がうまいことハマり、月収もスパチャでもらえるいわゆる投げ銭に頼らずとも動画の再生数だけでかなり安定している。スパチャはいわばボーナスやインセンティブと一緒だから、その分は将来のために貯金や投資に回していて、そのうち別チャンネルを開設して在宅なんかも紹介していくつもりだ。親にはその部分を伝えてなんとか納得させた。最初は猛反対されたけれど、今では応援してくれている。正直サラリーマンをしてもクリエイター的な仕事をしても今の月収を得るには何年かかることやら。実際父親は普通のサラリーマンなので、その父親の数倍稼いでいる息子に普通に就職しろとは言えないだろう。もちろんこの月収がずっと続くわけじゃない。だから実況以外のコンテンツも将来的に検討している。そんな俺が今主にやっているのは、さっきも言った脱出ゲームやホラーゲームの実況。自分では怖くてできないような人が見に来てくれるので、割と人気コンテンツだと言えよう。子供の登録者なんかもいるようで、深夜に及ぶライブ配信の時も明日起きられなくて学校遅刻するので落ちますなんてチャットが入ってくる。ちびっこ遅くまで見ないでね。アーカイブ配信もあるから安心して。それじゃあ今日のゲームはこちら。何よりも怖いのは通報。だから自分から先に予防線を張っている。そしてチャンネル登録者の中でもメンバーシップと呼ばれる月額制の会員になってくれている熱狂的なファンがいるため、週2回のライブ配信は特に稼げるってわけだ。そんな俺のもとにおすすめゲームの紹介メールが舞い込んできた。メンバーシップさんから紹介されたゲームです。これは脱出ゲームかな。タイトルがね、なんかよく読めないんですよ。これなんて書いてあるんだろう。でもシステム自体は日本語みたいなのでね、そのままやってみたいと思います。あ、注意書きが出てきましたね。何何？このゲームでは違和感が重要です。異変を感じたら一旦進むのをやめてくださいと。あれですね、最近話題の何番かの出口から出るっていうゲームと一緒ですね。おやおや、早速パクリか。あ、また注意書きですね。このゲームは一回クリアすると二度と起動できません。これまたどこかで聞いたことがあるフレーズですね。ますます気になるんで、とりあえずプレイしましょう。いきなり左右に分かれてますけども。こういうのって一本道じゃなきゃ意味ないんじゃないですかね。じゃあ、早速視聴者さんに選んでもらいましょう。右左、どっち？ほぼ同数とかマジ困るんですけど。じゃあ、ププルの独断と偏見で戻ります。いや、嘘。じゃあ分かりやすいように右左右左の順に行ってみましょうか。しばらく進むも特に変わった様子はない。普段ならバラエティのロケハンのように一度さらっとプレイしてから実況するのだが、最初に出た一度クリアすると二度と起動できないという言葉を鵜呑みにしたため、一度もやらずに直接ライブ配信にかけた。以前何本か面白くてまだ実況されていないような掘り出し物ゲームを紹介してくれたメンバーシップさんからだったので、すっかり信じてしまったのだ。1時間プレイしたが何も変化が見られなかった。ちょっと本気で焦りを感じてまいりました。いつも超掘り出し物ゲームを教えてくれるメンバーシップさんなんですけど、
これ大丈夫？半分放送事故じゃない？ちょっとほんの3分だけトイレに行ってきます。皆さんもトイレタイムにしてください。こういうのもライブ感があって良いだろう。俺はたびたびトイレタイムを設ける。これは自分のトイレのタイミングもあるが、視聴者さんも実生活中に見てくれているのだ。こうした隙間時間を作ってあげるのもまた視聴者サービスの一環である。俺は慌ててトイレ内でスマホをいじる。今日やっているゲームの口コミや評価を探してみたが、どこにも書いていない。一見だけ知恵袋的なものに絶対やっちゃいけないゲームとして紹介されていたが、なぜなのか理由までは書いていなかった。他の人が実況する前にやればそれだけ再生数も伸びる。しかし今回は少し抜かったかもしれない。本当にハズレゲームを引いてしまったようだ。あと30分だけやってみましょうか。そこで何もなかったら他のゲームします。チャット欄を見ると、あの女つまんねえとか、今日はハズレなんて言葉が並ぶ中、ププルさん部屋という文字が散見される。部屋なんかありました？盾とクマ？何がですか？フィギュア？城？ありますけども。何？植物？そこで初めて後ろを振り返る。すると部屋の中が明らかに変わっていた。一つも気づかなかったのでゲームオーバー。はい、おしまい。ゲーム内ではなく違和感に気づかなくてはならなかったのは現実世界だったようです。皆さん、注意書きはきちんと読まなくてはいけませんよ。おやすみ花子。皆さんも良いアク